はい、ジルリンクにて CD 妄想日記をお買い上げいただきありがとうございます。今回初のモラン、あのカバーシングルということで、前にね、あのオムニバスで参加はしたことあるんですけど、シングルとしてカバーを出すっていうのは今回初めての試みになるわけです。で、まして10バンド一斉のリリースっていうことで、まあ正直なところ相当他のバンドさんのサウンドも気になっています。まだね、全然あの他のバンドの音源聞けてないんだけど、まあモランが一番かっこいいんじゃないかなと俺は思ってるんで、まああとはみんなが聞いて判断してくれたらなと思います。なんか特にあるんだっけ、内容って大丈夫です、ないです、特に自由です、まああのジルリンク東京だとアコースティックライブとかもあるんでね、まあなんかいつも聞けない曲とかは聞けるんじゃないかな、聞けるかもしれないかもしれない、うん、まあもしかしたら聞けるかもしれないっていうね、あと今回は坂田のババジルリンクが初めて見つかるんですね。あ、そうなんだ、はい、握手会そうなんだ、握手してないえ俺企画です。そうです、ああそっか、おしずなさん企画です。しずな企画、なんか考えるそうですね、坂田のババは母の血なんでね、母の血なるほど、大好きな街なんで、うん、坂田のババのですね、うん、ことにちなんだ、うん、クイズをやろうが、ああ、俺自信あるよ。なので皆さん予習してきてください。 OK です。うん、はい、高田のババだったら俺自信あるよ、それはね、うん、エリアのことしか分からないかもしれないけどあと意外とご飯屋さんとかも詳しいからね。ああ、そうそう、うん、そう、まあじゃあそういう高田のババクイズがあるっていうことをちょっと楽しみにしています。はい、はい、あとじゃあ今回妄想日記やってみて、なんかある感想どうですか、皆さん。なんかカバーが初めてだったから、うん、すごいなんか人の曲をこう演奏して CD を出すっていうことが全くまずどうすればいいんだろうっていうところから、まあ自分の中で始まったんだけど、ね、結局こうみんなでスタジオに入ってやっていくうちに、まあもう多分聴いてくれてると思うんですけど、いいものができたかなって、はい、思います。アビさんはどうでしょう。とっても楽しかったです。楽しくレコーディングできました。楽しくレコーディングできました。ありがとうございます。どういうことでお戻しします。はい、まああの俺的には一番 PV の撮影が楽しかったんだけど、今回ね制作過程の中ではまあ裏バージョンになるものが実は存在していまして、もしかしたらどっかで見ることができるかもしれないし、一生見ることができないかもしれません。まあもし見れた人はラッキーだと思ってください。はい、じゃあ引き続きモラをよろしくお願いします。で1月18日赤坂オフィスで待ってます。じゃあ